皆さんこんにちは。今日は日曜日の午後の時間にお集まりいただきましてありがとうございます。北山モザイクのトークイベント、街人アートを始めさせていただきたいと思います。本日は私進行を受け止まりました、京都芸術センターのアーツアドバイザーをしております山本と申します。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、今日の、ご出演者の方を順にご紹介させていただきたいと思います。まず、京都精華大学の学長でいらっしゃいます宇佐美佐子さんです。はい、じゃあ佐子さんどうぞお願いします。続きまして、北山街協同組合理事長の野中修一さんです。野中さんよろしくお願いします。ありがとうございます。最後に、北山モザイク実行委員会代表でアーティストの殿村真由美さんです。殿村さんどうぞ。ありがとうございます。先ほどもちょっとご案内させていただいたんですけれども、今日ちょっとトークということで登壇者に関してはマスクを外させていただきます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。では、早速なんですけれども、今回このトークイベントを企画されて、それから北山モザイクの実行委員会代表をされていますアーティストの殿村真由美さんから自己紹介と北山モザイク、それから今回のトークを企画されたきっかけなどを少しご説明いただきたいと思います。皆さん今日はご来場ありがとうございました。と中さんもありがとうございます。この北山モザイクは、2019年にモザイクの力という展覧会を国立大学の宗田先生のご紹介によって、歴史館のエントランスに小屋を設置することができました。この小屋っていうのは国立盲学校の子どもたちと一緒に制作した小屋を、2019年3月から1年間展示していただくことになって、でそれと同時期に盲学校の校舎の中での子どもたちと一緒に制作している風景です。でその同時期の2019年の初めに京都商工会議所、昔の京都新聞社前にあった商工会議所の床にあったモザイクが取り壊されるということで保存活動を始める中で、これを3月に取り出して、そして野中さん、お越しいただいている野中さんにご相談したところ、当番名画の庭の地下2階で半年間展示することに運びになりました。でこの半年の中でこの矢橋六郎さんが作られた十二支をなんとかどこかに移設できないかなという中でいろいろ動き回ったんですが、この半年間では移設先を見つけられず、その後京都モザイク展という神がもう随分あって行った、京都モザイク展でこの十二支を展示し、その途中で清華大学の方にご相談に行ったところ、学長から受け取っていいよっていうような OK が出たので、ギリギリセーフで清華大学に運ぶことになりました。でそういう中で、北山にモザイクがいろいろ展示もある中で、このモザイクをもっと知っていただいて、それが北山のアートとの結びつきをできないかなと思いまして、
始めたのが、子どもたちと一緒にワークショップをして、その子どもたちの作品を、施設やあとは、店舗に展示することによって、作品によってつながっていくような企画としました。この歴祭館のショーホールで行ったこの前にも子どもたちと一緒に植物園で植物園を見学した後に、こうやってみんなで一緒に共同作品も作ることができて、それを展示しましたということが始まりです。はい、ありがとうございます。またちょっと、それぞれのご関係なども後でゆっくりお伺いしたいなと思うんですが、まず佐古区長の方から簡単に自己紹介と、それから北山とか、あと殿村さんとのご関係などについてお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。皆さんこんにちは、京都精華大学の宇津利佐古といいます。私自身は京都に来たのが91年で、ちょうど北山にたくさん新しい建築があったりとか、当時私自身も修学院に1年間京都大学の寮に住んでいて、また引っ越ししたんですけど、引っ越ししたのも北区のまたこの北山の延長に住んでいて、約2年半ぐらいこの界隈をうろうろしました。で、その流れの中で非常に、ある意味で北山の存在、一つ副都心っぽいような存在、新しい建築、新しい店、新しいチャレンジがあって、また新しい人口の流れっていうのが、見られ、非常にある意味で期待の場所だったなという印象は起こっております。で、その流れの中で私自身も建築を勉強して、何をやっているかというと、コミュニティの再生とか、建築と場所あるいは空間と人の関係ということをやっている中で、京都精華大学に2001年から就職してですね、ある意味で北山を通るというのは日常茶飯事に、なってきました。見ているうちに結構店が少なくなったり、あるいは北山が私が91年に感じられた圧倒的な部分も、だんだんなんかそれが感じられなくなったりとか、非常にある意味でもともと期待されていた副都心っぽいような、あるいは、感覚そのもの自体が、ちょっと廃れつつあって、特にいくつかのやっぱり近代建築、モダン建築もなくなっていったというようなことが、このちょっと北山の印象であります。今日はですね、殿村さんはうちの大学の、卒業生であり、この彼女のパワーで今この北山をですね、アートでまた活気を取り戻したいというような、感覚というか、その価値観に私も賛同して、応援できることがあればということで、今日私はここにいます。また、さらにですね、彼女のそういう、強いパワーにまた負けてしまったところがあってですね、モザイクを大学に持ってきて、これ使えよって言われてですね、その勢いを見ながらビビりながら、使うんだみたいなので、引き取りました。今先ほどめちゃ本人が綺麗にまとめたんですけど、場所を探してなんとか学長が引き取ってくれましたっていう、というすごいいい流れに聞こえるんですけど、彼女にパワーで引き取ったということを一つここで申し上げたいと思います。本当に私自身も、アートによって人々が集まり、一つの目標に向かっていくという、ある意味でアートが持っているそのエネルギー、力というのは今日、少しでもですね、私のトークの中でそれが皆さんに、伝わったらいいなというふうに思っております。これからよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、佐古さんありがとうございました。じゃあ引き続きまして野中さんの方から簡単に自己紹介と、それから、北山にも長くお住まいというか事務所もお持ちですが、そのあたりのことをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、野中と申します。僕はですね、長崎県出身で、もう61歳なんですけども、小学校の4年の時に一条院の方に来まして、それから、落語高校を行きまして、で、この界隈というのが、中学高校と、通ううちに、北山通りもまだノートルダムの行き止まりで、そのまま来てたという形で、北山通りというのがどっちかというからそこでストップしてたんで、結構北山が安藤さん、建物、高松新さん、いろんな建築の建物ができて、で、京都でいうとちょっとこじゃれた街の雰囲気で、それを多分醸し出しているのが、やっぱ植物園さん、あと、京都さんのこのこちらの土地ですよね。で、やっぱりその街とその京都府の植物園の緑、より、あと鴨川、比叡山が見えるというところへんが、なんかすごい居心地のいい空間で、僕自身も建築の仕事をしてて、住宅とか店舗やってるんですけども、まず基本は居心地というのがいつもテーマになって、仕事をしてるんですけども、ご縁があって、18年ぐらい前に北山に来まして、その当時の協同組合というのがありまして、北山って協同組合というのがあるんですけども、なんとか商店街とかそういうアーケードが全くないんですよね。で、当初立ち上がったのが、北山好きなメンバーで、北山が共同組合というのを作って、で、ちょうど多分、バブル期もあって、すごい元気な、東京の資本が入ってきたりとかで、すごい華やかになって、僕もよく車でこの辺りを遊びに来てました。で、17年前、8年前だと、もう一時の賑やかな、雰囲気もなくなってきて、僕もだんだん年を、取っていって、しょっちゅう遊びに行ったりとかそういうのもしないんですけども、17年間、ずっと植物園の横でいろいろ仕事をさせてもらってて、やっぱりすごい植物園っていう空気感というのはこの北山にとって絶対離せない。来た当時は、植物園さんともちょっとずつ仲良くなって、いろんなことやっていきましょうよ、ポッと開放して、商業施設入れて、賑やかにしましょうよと思ってたんですけども、もうここ、5年とかずっといると、やっぱりこの森の、100年経つんですけども、その偉大さというのが毎日毎日感じられてきて、やっぱりすごく大事な方、そのあたりは当初来た時と僕の感覚が全く変わってしまって、やっぱり今の植物園、歴史館さん、コンサートホールさん、府立大学、今ある中でもっといいところがいっぱいあるんで、それをもっとブラッシュアップして、あと10年、20年、30年、この環境というのがやっぱりすごく僕にとっては居心地がいいんで、そういうのを目指しながら、トランパーさんというアート、トロマさんは、モザイクというのがあるんですけども、アートっていろんなことがあるんで、音楽やってるアーティストもあれば絵を描く人でも、結構そういうのが似合う街かなとは思って、いろいろ今回もそうなんですけども、トロマさんとちょっと協力しながら、モザイクだけではないんですけども、トロマさん意外と強引なんで、モザイクを押してくるんですけども、ちょっと待てよ、ちょっと待てよという形で、やっぱりもっと全体で考えると。で、モザイク好きな人もいれば、綺麗な人もいるかもしれないけど、やっぱりアート全体で北山がそのモザイクだけじゃなくて、もっともっとアーティストが集まってきたりとか音楽かけたりとか、そういうのが似合う街やと思うんで、その辺をまた加藤先生といろいろちょっと協力していきながら、ほんまに北山を居心地のいい空間、今あるものを大切にしたいなと思います。ありがとうございます。ちょっとまたモザイクの話は後ほどしたいと思いますけど、ちょっと野中さんにそのまま
モザイク、北山モザイク以外にも北山たくさんあのイベントなどをされていらっしゃると思うんですけども、それらについてちょっと少しご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、ですね、15年前に、そこに東和名画の庭という、まあ、国立の施設があるんですけども、ちょうど17、7年ぐらい前に、指定管理制度というのが京都からいろんな施設を、まあ、民間に預けようというのがありまして、まあ、その時の、僕らにもちょっとオファーみたいなちょっと話があって、理事長にせっかくやからあの国立東和名画の庭を、僕たちこの地域のインフォメーションセンターにやる、で僕らがいるまどこでそこでやって、あ、目的は野外の美術館なんですけども、そこでいろんな音楽イベントやったりとか、結婚式やったりとか、まあいろんなことをやってて、やっぱ北山と言いますと、もう僕も来た時にすごいびっくりしたのは北山ハロウィンというのがありまして、子どもたちから大人まで楽しめる、で子どもたちはかぼちゃを掘って、で大人は仮装して、で北山通りをパレードしてというのが北山で、まあ、一番賑やかになる。でちょうど10周年の時に、実行委員会を立ち上げまして、それからもう27年ぐらいになるんですけども、まあ最近ね、あのよくハロウィンの仮装が全国で有名ですけれども、僕らはほんまにかぼちゃを500個ぐらい北海道から作ってもらって、で子どもたちにカービングしてもらってて、まあ、思い出作りみたいなのをやってたんですけども、まあこの辺もコロナとかいろんなことがあってですね、変わってきたんですけども、まあすごく居心地がいいんで、やっぱりそこにあのクラス近くに暮らしてる人とか小学生とか、やっぱりみんなが来ても楽しいよねというふうにしたいんで、まあ、いろんなことをやってきました。はい、ありがとうございます。あのたくさん写真もちょっとご紹介いただいてて、あのいろんなことをいろんな季節にやってらっしゃるなというような印象を私も持っております。はい、じゃあちょっとそれを受けて、あの佐藤学長から先ほどのお話の中にもあったんですけれども、まあ、あのアートの持っているような力というか、それ、まあ、コミュニティの再生とかっていうようなことにもあの関心をお持ちでいらっしゃると思うんですけれども、北山以外のところなど の事例なども踏まえながら、そのアートと町の関係というようなところで少しお話を伺えたらと思います。あの、結構スライドが多いので飛ばしながら行きたいと思います。あの皆さん、あの気分悪かったら言ってくださいね。あの、まあ、私がちょっといただいた話はですね、まあ、アートで街が変わるのかなとか、アートで、変えられるのかなというところでちょっと話をしました。まあ、ちょっと先ほどの自己紹介も含めて、話をしていきたいと思います。あの、まあ、私自身はあの、まあ、マリのこれ、家なんですけど、まあ、その長男で弟と、妹がいます。なぜか弟は大きくなってしまったんですけど、ここにいます。これは彼が小さい頃ですね。で、あの、まあ、その中でマリの家っていうのはすごい面白くて、あの常にあの、まあ、2、30人が住んでいると。で、2、30人の半分ぐらいは初めましてなんで、あの知らないんですよね、どっかの誰から。だからいわゆるそのコミュニティっていうのは非常に多様性で、あの入れ替わったりとかの人がいるっていうのは、ある意味で、まあ、その共同体というものを私はそれに興味を持って、こういうふうに共同体の研究をしてきました。ちょっとあの正確なのでマリの紹介をさせていただきたいと思います。あのマリは西アフリカのこの真ん中の、ちょっと、ところで、あの海には面していません。あの面積としては日本の3倍ぐらいあります。人口はですね、東京都あたりで、23の民族がある。で、公用語はフランス語になります。で、まあ、マリには、こういう形でですね、23の民族と30以上の言語があります。これが風景ですね。まあ、あの私はあのちょっと、まあ、これの説明というのは、まあ、どういうところから自分の価値観がちょっと生まれてきたかというのを紹介したいんですが、まあ、これがサハラ砂漠、マリの半分がサハラ砂漠で、だいたい昼間56度、60度ぐらいですね。夜は10度あたりです。まあ、あのニジェル川という川が流れていると。私自身が生まれ育ったのがこのババコという、市であります。あのそこから、私が今勤めている京都精華大学で持っている、価値観、スローガンというのは、学問と芸術でこう社会を変えていくということを、
まあ、一つ の, あのいわゆるこうテーマにしております。まあ、いかにあの、まあ、人をですね尊重しながらその人たちが自由に、生きていく社会を作っていくかということを、学生たちはですねそこに向かわせるというようなことをやっています。だから私自身は大学っていうのは、まあ、学生の人間形成の場であると。まあ、それ人間形成というのはどんな価値観を持って社会と関わるかという、それが例えばモザイクであるとかアートであるとか文学であるとかということを、私自身は考えております。まあ、そういう意味で表現で世界を変えるということを、考えています。だからまあこ の, あの北山のことを考えたときに、まあ、表現というのはいろんな解釈があるんですがアートがその一つかなというふうに私は思っています。というので、まあ、ちょっと大学の紹介を省略しますけど、まあ、私はあのこの語学部の中で、まあ、常に、共通点というのは社会との接続、あるいは自分たちが持っている表現というのはどうやって、社会の役に立つか、どうやって自分たちがイノベーターになっていくかということを、大きく考えて、学生を大学の政策の中心にしております。まあ、そういうところで多様性というのも重んじる大学はどう作るかというところで今やってきています。はい、その中で私はあの地域連携というのを結構いろいろやってアートプロジェクトとか地域のことをアートでどういうふうにつなげていくかということも大学としてやってます。多分皆さんは見たことあるかもしれませんが、実は京都市バスのいくつかの中にですね京都精華大学の学生たちの絵が描いてあったり、あるいはあのその、座席のですねあの、シートあるいはあの、釣り側がですね京都精華大学のプロジェクトであります。まあ、あのこのちょっと市バスの、その時の、イベントで行きました。まあ、これは何をしたかというと、まあ、本当にあの、衰退しつつある西陣の、持っている素材をその素材感をどうやって、またこう生きた素材感にあの変えていくかということでそれをバスに導入していくということを、学生たちとの、プロジェクトでこれが実現できました。もう一つやっぱりあの周辺 の, あの地域あの国とかですね一緒になって、アートで、どうやっていろんなものをつなげていくかというのは今、世界7カ国とつなげて、そういうことをやっています。まあ、その中で私自身はですね空間と人間の関係というのはいわゆるあの空間人類学ですね。まあ、自分は建築を勉強しながら建築が持っている破壊力あるいは、建築が持っているですね暴力性というのはどうやってそれを和らげていくかというところを、感じて、まあ、私はさまざまな地域でなんかデザインの記号ってないのかなというので例えば砂漠のところの話であったりとかそういうのはやってきました。でマリの中でもかまどとかですね共同生活のことを、調べてきました。まあ、そういう中で人々が一緒に住んでいるときに、まあ、共通言語というのはそれぞれのコミュニケーションつまり表現の、まあ抱き合わせなんじゃないかなというふうに私は思って、そういう、こう建築の記号を探してきました。で当然ながら、大学さんたちの話を聞いたりとか、そこで、建築を作る人たちと一緒になってやってきたというのが私の考え方です。そこで出会ったいくつかの事例を紹介したいんですが中国でプリツカー賞を取ったプリツカー賞というのは建築のノベル賞にあたるというふうに言われているんですがこの人自身は街が壊れていく中国っていうのは非常にこう発展の過程の中でもうだん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 こう壊していくんですよね街を。彼はモザイクではないんですが何をしたかというと壊れていく建物をのあのレンガとかそれ全部拾って一つの建築にしていくとでこれでこう街を再現するというようなもう一つのもののやり方をやっています。でこのフランス・ケレという人もブルキナファソという国の人なんですがで彼もですね自分の国がなくなっていく中でレンガとかそういうものを拾ってきてこういう形でですねこれもモザイクではないんですがただそれに近い価値観としてこういうふうに街をもう一度作り始めたと。でもこれって何が重要かというと一軒一軒の家が持っているこう都合を持ってきたんですよね。だからある意味であの町が作られていく過程で町のオーナーシップが住民にあるで共同体にあるというのが多分重要だというふうに私は思っています。まあ、だからそういう意味でマリでも、こういうふうなアートをやったりとかいろんなものをやっていく中でアートそのもの自体は町の原動力をどうやってしていくかというところは
私はそれを調べてきたのが大事です。ちょっと一個ごめんなさい、紹介したいところがありますね。ちょっと飛ばしますね。すいません。皆さんは、サンフランシスコのミッション地区というのがあるんですけど、そこもですね、ジェントリフィケーションという言葉を聞いたことあるのかな。ジェントリフィケーションというのは町が廃れてきた中で、いきなりやっぱりこう、まあ、お金を持っている人たちが支配していくという、まあ、今現に起こっているのが京都の南なんですよね。京都市立芸大が引っ越しするだろうということで、非常に周辺の価値がどんどんなんか妙に上がってくると。で、これも実はあってですね、この町は実はミューラルアートって壁画でずっと自分たちの表現をしていたんですね。この町全体です。で、その中で、じゃあもうシリコンバレーができてですね、すごい問題があったときに、もう町全体をアートにしようとしちゃうと。で、もう道を全部、壁を、こういうふうにアートで描いたんですよね。でも全部メッセージがあるんですよ。我々の町は譲りませんよ。私たちの町は私たちのもんだから、お前ら出て行けとか、ちょっと日本ではこんな過激なことは書けないでしょうけど、だからどういうことかというと、町って一人で作るものではなくて、これ共同体が作るものなんですよね。で、共同体が一緒になって、どうやってこう町を作るかと。で、もうリッチの人たちは、お前らもっと税金払えと。で、ということを言ったりとか、いろいろちょっと見学したんですけど、で、これを私は結構、壁画で町を構成しているという事例を、あちこち世界でこう調べてみたんですよね。だからそういう意味で非常にこう街というのはかなり一つのそういう表現性というのがあるなと思っていて、もう一つはですね、ちょっと、ごめんなさい、私は今、東山の方でですね、町屋の再生で家庭に町のコモンズを作ってるんですけど、これを本町エスコーナーといって自分でやってるプロジェクトですね。ここも、まあ、もともと廃れてきたところにいろんなワークショップできるように、子供の居場所ができるようにっていうのは、作ってます。だから、まあ、こういうのもですね、一つ面白くて、町を活気づけるというのはイコール、まあ、町の、気持ちをもうちょっとこうアートによって新しくしていくということですね。まあ、これがアートフェスティバルで瀬戸内なんですけど、これ京都精華大学がいろんな村に関わってですね、こういうような芸術の表現をやってます。まあ、これも実は同じような話で、例えば古いものであったり新しいものであったり全部アートによって再現していこうよというところを大学として関わっていってると。だから、まあ、簡単に言うと、そういう意味でこう大学を新しくこう作っていくっていうのは、まあ、いろんなものを、組み合わせていくと。この中で、実は、まあ、ここにちょっと感じが大きく出たんですが、まあ、どのように、町に新しい気持ち、新しい情熱、あるいは新しい感覚を取り戻していくかというのは、これは町の人たちに、とってのメッセージでもあり、逆に町の人たちの、まあ、町に対するオーナーシップの表現の仕方でもあるかなと。だから、まあ、これからこの北山がモザイク、先モザイクだけではない。アートというのは皆さんが街を歩くこともアートだというふうに私は思っているので、全くだからどういう表現をするかというのは人それぞれ。でも、一つの表現によって街が見られて、街がこう新しくなっていくというところは、これは今まで我々が持っていた街のコンセプトと違って、これは住民自身が中心になっていかないと街が変わらないというようなことで、まあ、今日私のメッセージを出そうかなというふうに思っております。とりあえず、かなり走りながらたくさん飛ばしてしまったんですが、まあ、私が皆さんに伝えたいことは以上であります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいたくさんキーワードが出てきましたね。殿村さんに今の佐古学長のお話を受けて、なんか思われたこと、多分共通するなと思われたこととか、多分北山モザイクをやってらっしゃって、その今までいただいた感想であるとか、まあ、それいいものもあるし悪いものもあるかもしれないですけど、いろんな大変なこともおありだったんじゃないかなと思うので、今までされてきたようなことで少し事例をお伺いしながら、どんな感想を持たれたかっていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか。先ほど のペインティングの街の中の壁画、こういうのは以前にいろいろ
私も海外でもいろいろ見たりする中で、なんとかあの京都にもなんかそんなことを少しできないかなっていう中では、2016年に北山の前に新町商店街っていうところで同じように子どもたちのアートを展示した機会がありまして、その時にあのみんなで作ろうモザイク壁画っていうのをしたことがあります。でこれは地域の人やあの皆さん興味を持つ方に参加していただいたプロジェクトなんですが、であとあの広告にあのいらない素材をくださいみたいな、お茶碗くださいみたいなことを書いて、コーヒーカップとかあのお茶碗とかを寄せ集めて、プラスタイルやいろんな素材で新町、今もあるんですが新町通り の、 古いブロック塀がある駐車場にモザイクをやったことがあります。で見ていただくように子どもたち、あと大人の方も含めて、子どもたちは結構お茶碗を割っていいっていう、そういう機会が楽しかったみたいで、みんなハンマーとかペンチ一生懸命持って楽しく一日をこういう作業をしました。で結局これって14メーターの長さのブロック塀なんですが、まあ、そのイベントは1日だったんですけど、あとタイル職人の方と含め3ヶ月間かかって、この鴨川というテーマのモザイク壁画を作ったことがあります。で、まあ、学長がおっしゃったようなそういう町と連動するっていう意味では、まあ、ここも鴨川に近いので、まあ、そういうテーマでしたことがありました。なんか実際に今まで参加された方とか地域の方からいただいたお声とかで印象的なものとかってありますか？まあ、これに関しては作ってる時も通る人がずっと横から見ていただいたりとか、その3ヶ月間かかってちょびちょび作っていったので、何かそういう知ってもらうきっかけや、あとは出来上がってからもなんかこの新町通りの何か一つのアート的なシーンとしてはいろいろご意見をいただいてます。ありがとうございます。野中さんはどうですか？今の佐久学長のお話をお伺いして何か思われることとか。そうですね、やっぱり日本も高度成長期がずっとあって、まあ、僕らが小さい頃は公害とか、まあ、いろんな問題があって、それを乗り越えていって、で、まあ、僕が住んでた一条の辺も小さい川なんかは線量でドロドロになってたりとか、まあ匂いがしたりとか、でもやっぱそれを乗り越えてきてすごい環境も良くなって、で今一番ちょっとやっぱり少子化というのがやっぱり一番問題になってて、僕も建築してるんですけども、もう家が余っていく状態になってきます。つまり、まあ、人が減るということなんですけども、今の小学校、ね、2年生とか3年生の子がもう50歳ぐらいになると多分8000万人ぐらいの日本の人口減っていくんで、もう各県が一つなくなるぐらいということも、やっぱりいろんなことがこれから の若い子にまたいろんな課題として日本全体に乗っていくんですけども、やっぱり最近、まあ、SDGs というのもあるし、やっぱりどっちかと言ったら経済中心からやっぱり人を中心になって、でものづくりもさっきお子さんが言われたみたいに、まあ、古いものを残しながら、それを一旦置いといて、もう一回新たに活用していくという、やっぱりそれがほんまにこれからの日本の課題かなと思うし、京都の北山もやっぱり10年、20年、30年、今の植物園の空気感とか、鴨川とか、その辺を新たにものを作っていくんじゃなくて、やっぱり持続していくというのを、
やっぱりみんなが自覚して、で物事を無駄にしないとか、で今北山街で、取り掛かっているのが、一応やっぱ、いろんな SDGs っていう言葉が触れてますけども、まあ、もう一回みんなで見直して、植物園さんとか、歴史館さんもそうなんですけど、この地域一帯とか、北山に住んでる人が、北山ってすごい綺麗よね。やっぱりその、掃除だけでもいいんで、やっぱりみんなが共通認識を持って、いると、いろんなことが起こっても、いや、北山って綺麗にしていく街だから、それはいられていいよとか、多分、なんかそういうキーワードをすごい今作りたくて、SDGs の講演もここで、このままやらせてもらったりとかしてるんですけども、やっぱりその持続可能、今の街を10年、20年、30年、居心地よくしていくというのが、今の僕らの課題かなと思うんで、まあ、それにはやっぱり横のコミュニティがすごく、サボさんも言われるんですけど、その時代時代のコミュニティがあると思うんですけども、だこういう機会があって、みんな北山にいる人は共通点になって、私たちがまず街をきれいにする、もうそれだけなんですよ。が決まってくると、自然的にいろんなことをやることが決まってくるんちゃうなという思いもあります。佐古学長にまたお伺いしたいんですけれども、その、まあ、持続可能な街というか、まあ、そういうものって先ほどそのオーナーシップのこととかもおっしゃったと思うんですけれども、そういうものがどうやってこう醸成されるかというか、作られるというふうにお考えですか。はい、質問ありがとうございました。まあ、先ほどのお二人の話の中、特に野中さんの話にはですね、SDGs の話があったりとか、コミュニティの話があって、もう一つ印象的に残ったのが、人口が変わっていくということ、ある意味で人口が減少すると。で、まあ、今、高齢化と少子化というのが同時に起こっていて、特にですね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですが、2050年ぐらいになれば日本の人口全体が9700万になる。でさらにそのうちの 40% 学校が高齢化するということですよね。でそうなった時に今の多分人口構造が変わるんですよね。でどういうふうに変わるかというと、皆さんとこれまで価値観の違う人たちが入ってきます。でいわゆる外国から来たりとか違う地域から来たりとか、人口が多様化してくるわけですよね。ある意味でこのグローバル化と多様性というのをどういうふうにそれと付き合っていくかというのが、かなりある意味でこれまでその異文化との接し方の苦手な日本の方々がどう新しいこの社会と付き合っていくかというのはかなり大きな問題になってくると思うんですよね。その時にやっぱりある意味でお互いにこうインクルーシブというかこう受け入れていくとか柔軟な姿勢でいろんな人とこう関わっていくというようなことが重要になってくると思うんですよね。特に、その時に先ほど私が話したようにアートっていうのも多分一つのキーワードになると思うんですよね。何か共通の目標で一緒に作ってみましょうとか一緒にやっていきましょうとか、でそこはかなりポイントで、やってくる人はお客さんではないですよね。でやっぱり結構これがよく日本の社会の中でよく起こることで、やってくる外国人はいつまでたってもお客様扱いですよね。でももうその人は町の構成の一人、税金も払っていくし住むし、その人も美しいこう風景見たいわけですよね。でそこでみんなで一緒になってこういうアートを作ったり、一緒に場所を作っていくと。でこれ大学でも同じことなんですね。今うちの大学は20数%留学生がいるんですけど、まあわざわざ留学生窓口は設けてないんですよね。どっちかというと留学生もうちの学生なので普通に学生会に行くか業務会に行くかというところですね。お客さんではない。だからそういう意味でお客さんではない、異文化の人たちを受け入れていくという姿勢は、これから多分この北山の子どもたちの教育の中で、あるいはワークショップで、それもやはり同時にやってほしいなというふうに思うんですよね。で彼らが大きくなっていく過程で一緒のいろんな異文化の人たちと混ざり合ってやっていくということが重要だと思います。まあ、ちょっとこの言葉は、皆さん聞いたことあるかどうかは分かりませんが、スイスの有名な作家がいてですね、労働力がドイツにたくさん入ってきた時の話で、まあ、彼は労働力だけが欲しかったのに人間がついてきたとおっしゃるんですよね。だからやってくるのが労働力だけではないんですよね。これからやってくる外国の人たちは
違う価値観を持っているとか、宗教を持っているとか、センスを持っているとか、そのセンスを混ざり合って、北山らしい文化というのは作っていく。これが非常に重要なんですよね。まあ、もともと期待された北山というのは、副都心で、まあ、京都のある意味で別の、表現の場としてなっていくということが、まあ、いつの間にか人口が減って、それがまだ発生していない部分で、ちょっと街が変わってしまう。まあでも、いろんな人がまた入ってきて、北山らしい、北山文化を作っていく。それが、もしかしたら、アートという一つの表現手段として、それがある意味でこう現れてくるというのが、私自身もこの街を見て、将来それを期待しています。ありがとうございます。なんかいろいろこれから先のことのヒントがあったなというふうに思うんですが、殿村さんに今年されているようなことを少しご紹介していただきながら、まあ、これから先のことについてもまたつなげていきたいなと思っているんですが、今年の取り組みとしては初年度から行っている、作品の展示で、今回この歴史館の場所も借りているのと、あと表千家会館、今日は休館ですが、休館でも柱の前にモザイクが展示してあるので、ちょっとご覧いただけるように展示してあります。で、あとは10店舗、野中さんも経営されてるネオン食堂さんや、あとは不動産屋さんとか、ブリアンっていうパン屋さんとか、あとお蕎麦屋さんとかに道から通って見えるところに展示していただいてます。で、その1ヶ月の展示に加えて、ワークショップ、パフォーマンス、あと演奏会を今回行って、で、今日が最後のトークイベントとなってます。で、7日に行ったパフォーマンス、ワークショップではミニリース作りって言って、小さなリースに皆さんを展示していただいているんですが、あとその後には講師に福井恵子さんという方を呼びして、フラッグ作り、これが一つできたもんなんですが、みんなで作ろうフラッグ作りといって、モザイク的な感性で皆さん歯切れをつなぎ合わせて一つのフラッグという完成作品になりました。で、これは力祭館の館内をパレードして、そして表にあるポールに掲げていただくこともできました。そして先ほどの今映っているパフォーマンスなんですが、これはプロのパフォーマーとともに演奏家、あと今回は京都市立紫野高校という新体操部の皆さんをお迎えして一つのパフォーマンスを開催することができました。で、京都コンサートホールっていうのはご存知のようにコンサートをされるとこなんですが、初年度から共催に入っていただいて、最初の年はワークショップで使わせていただいたんですが、やはりなんか円形空間を見てると、やはり踊りというかダンスがあればさらにいいなと思って、で、コンサートホールさんに相談したところ、昨年からそこは大理石の床がある円形空間で、しかも12本の柱が絵図を刻んでるというシンボリックな建物空間なんで、で、今年テーマをモザイク宇宙として3回目もさせていただきました。で、もちろんプロのパフォーマーもなんですが、紫野高校の
新体操部の方がすごく喜んでいただいて、また何かつながりがいいなと思ってます。で、あとはなできた山というところで、バンスリーとハルモニウムの演奏会を行ったり、作家だけではなく音楽家とかパフォーマーとか、あとこうフラッグのアーティストさんたちが集って北山を盛り上げる一つのきっかけ作りになっています。はい、ありがとうございます。なんか私ちょっとお伺いしてて、その北山モザイクって本当にこうタイルを貼ってこうモザイクしていくっていうだけじゃなくて、まあ、パフォーマンスしたりワークショップしたり、あとこういろんな人がつながっていくっていう、それ自体がこうモザイク的なもののようなずっと印象を持っていて、そうすごくうまくつながって広がっていってるのかなっていうような印象を、はい、持って、私自体ももちろんきっかけはイタリアでモザイクを勉強したっていうことで続けてるんですが、モザイクの何が魅力かっていうと、その小さなかけらをこうつなぎ合わすっていう意味では、タイルやガラスだけじゃなくって、その街の個々がつながっていくっていう、つながるっていうことがモザイク的なことかなと感じて、それを北山で今開催しています。ありがとうございました。ちょっと殿村さんにこのままこれから先のことをどういうふうになればいいなって思っていらっしゃるかとかをお伺いしてもよいでしょうか。まあ、この北山にアトリエも構え、今日も今朝のイチョウがすごく綺麗な北山通り、植物園や鴨川が自然豊かで、やはり散歩してても楽しいし、でカフェやなんかいろいろちょこちょこ行くんですけど、今やってるこのアートプロジェクトの1ヶ月、まあ、それがいろんな風に展開して、まあ、今もそうですが、もっとこう、まあ、作家も含めなんですが、地元の方が参加できるようなプロジェクトに発展していけばいいなと思っております。もうちょっと海外の例などもお伺いしたいんですけれども、これはそのモザイクを勉強したイタリアにまた4年ぐらい前に行った時の写真なんですが、その30年ぐらい前にはなかったこういう道のサインがモザイクでまた新しく作られていたり、で、あとフェスティバルのようにモザイクがそのラベンナの街を古いものだけではなくって新しいモザイクの街としての融合があったというのが3年前です。まあ、この図柄は有名な水を飲む鳩みたいなそのモザイクを道のサインにしてあるものです。で、そういうイタリアもなんですが、以前に数回行ったことあるニューヨークの街にはモザイクがこれもサインなんですが、地下鉄の駅の駅名はだいたいこういうふうにタイルのモザイクになってます。で、それがすごく綺麗だなと思ったり、あと駅ごと地下鉄の駅ごとにはモザイクのアートが埋め込まれています。上野博物館のこれはそう博物館が上にあるような駅では下にもこういうふうに恐竜のようなモザイクが埋め込まれていたり、こうその土地と連動しているっていうのがいいなと思って、でこれもおそらく魚市場か何かがあった場所みたいで、みんな見とれるほどの
ガラスのモザイクがはめ込まれています。でそういうのはその場所とそのアートも連動してるっていうのがすごく興味深いなと思っていろいろ回りました。ありがとうございます。多分殿村さん、こういうふうにこうアートを通して街がつながっていくといいなというふうにお考えなのかなというふうに思ったんですけれども、はい、合ってますかね。はい、じゃあ野中さんにちょっとこのままちょっとお伺いしてみたいんですけれども、こういうような街にこうアートが溶け込んでいくっていうようなためにはどういうことが必要かというか、どういう、いろんな仕掛けができるかなとは思うんですが、地域の人にそのアートを理解していただくとか、あるいはもっとアートを通してこうコミュニティが広がっていくっていうためにはどういうことが考えられるかというようなことについてお伺いしてもいいですか。難しいですね。北山ってやっぱりこう、もう簡単に言うとなんかおしゃれな感覚、僕は若い時もそうでしたけど、ちょっと街中の町屋がある雰囲気と違ってこう、都会的な感じ、京都でいうと都会的な感じなんで、意外とその、近代美術とか、建築もそうですけども、近代建築アートさんとか高松さんとか、結構近代的な建物があって、それがあまり大きくない。で植物園の環境とかこの全体の調和が取れてるんで、それは都市計画とかそういうのがベースにあって、そういう街並みになっていると思うんですけど、雰囲気的にはすごいいろんなアートが合うと思います。で、そのあたりに憧れて僕ら世代というのは意外と北山に憧れた世代なんですよね。だから京都らしくない場所なんですよね。で、一旦入ると畑とかいっぱいあるんですけど、やっぱり僕、19年ぐらいになるんですけど、北山来て、若い人が増えました。農家さんがいっぱいあるんですけども、多分相続とかそういう絡みで、賃貸物件ができてきて、本当に15年前に比べたら朝の、人の歩く方というのが圧倒的に増えてきました。だからやっぱり意外とそういう人に聞いてみると、やっぱり何が北山でいいのって聞くと、やっぱり鴨川もあるし、植物園もあるし、北山通りが一応並木があって、やっぱり京都っぽくないと思うんですよね。だからそういう意味で、コンサートホールさんもありますし、こういう歴史館もありますし、その一つの街の雰囲気がすごく作ってると思うんで、あと自然と調和しながらいろんなアートをやっていったら僕はいいかなと思いますし、やっぱり連携がこれから必要かなとすごく思うんで、僕も植物園さんとか、歴史館さんも今指定管理で、小倉さんという民間の方が受けてるんですけども、いろんな企画をされてて、ちょっとコロナでなかなかできなかったんですけども、今これ、謎解きゲームを歴史館さんやられてまして、で、やっぱりこういういろんな連携があって、一つのキーワードなんですけど、やっぱり気持ちがいい。これ街よっていうのがみんなが言えるような形で、北山に住んでる人はとりあえず私たちは街をきれいにするためには負けないぞみたいな感じで、そこにいろんなアートを持っていったらいいかなと思うし、でもやっぱりなんで北山にいるかって言ったらすごい気持ちがいいから、もう単純なことですよね。だからそれさえみんながちゃんと守っていったら、いろんなコミュニティができてくるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。北山ってなんかこう不思議な街だ、京都の中でも不思議な街だなというような印象を持っていますが、佐古学長は北山についてどういうふうに思ってらっしゃるかっていう。そうですね、私も週末だったりとか、平日もよく北山にある店とか使ってますし、なんか一つの商店街としていろんなものがあるなというのが、感じられるのと同時にですね、なんかちょっと言葉を悪くするとまとまりがない。で、それとなんか冷たく感じるんです。これ色の問題もあるかもしれませんけど、
なんかね、ワクワクしないんですよ。一つの店の中にいるときにすごい楽しいけど、なんか外出るとなんかそこまでワクワクしてない。で、まあ、ちょっと比較するのは大変申し訳ない。もしかしたら共同的にあったらいけないかもしれませんが、私最近結構出町商店街よく行くんですけど、出町の増方商店街行くと、まあ、そこにいろんなものがあるんですよね。出町座っていうのがあったり、アートのシーンがあったり、京都グラフィーやったり、結構店があって、私もそこの唐揚げに余ってるので、唐揚げ買ったりとか、まあ、いろいろやってます。で、多分、北山ほど実はものがあまりないのに、でもなんかそこの方がめっちゃ活気を感じるんですよね。でしかも、やっぱ店と店の距離が近いので、なんかこう連帯感があるように、思われる。でここはなんか、まあ、もしかしたら距離が一個一個離れてるというのもあるかもしれませんが、なんかちょっとそこら辺があってですね、まあ、先ほど、やっぱり、その、殿村さんが使ってたモザイクの概念というのは、やっぱり、広く解釈して、いわゆる、まあ、北にあるワンピース、ワンピースが、繋がって、こう、一つを作っていくっていうのが重要だと思うんですよね。だから、モザイクというのは、一箇所に何かをものを、なんか作るんじゃなくて、こう、北山全体が一つのモザイク作品であると。でそこにあるワンピース、ワンピースが、つながっていくということが多分重要で、しかもそのピースはそれぞれ違っていいじゃないか。で、そういうのも、あとは似たピースがあってもいいんじゃないかと。で、でもその中でこう一つのこうつながって見えるという連帯感ですね。なんか今ね、それがなくて、なんかつながってもいいのに、なんとなくね、すごい申し訳ない、また言葉使っちゃうんですけど、中途半端ですよね。なんかそこまで焦点として、めちゃくちゃこう、競争できるほど売り上げがあるわけではないのに、でも、なんかもうちょっと皆さん一緒にプロジェクト、例えば、わかんないけど、パンの週間とかね、もうパンウィークとかね、わかんないけど、あとは、なんか北山のなんとかウィーク、なんか、いろんなことを一緒にできるんですよ。で、これってよく私は芸術系大学にも言ってるんですけど、芸術全体の、社会的位置性が高くないのに、芸術系がある大学は足引っ張り合ってどうすんねんって話ですよ。で、もっと社会の中で芸術のこうもうちょっと地位上げていったらいいじゃないかと。みんなで一緒に協力し合ったらいいんじゃないかと。同じ北山でもできるんじゃないかなと思うんですよね。でもなんかその協力関係がなくて、一個一個すごいブランド化していって、なんかもうその店だけで存在感を出してるけど、でもやっぱりこの北山という街の中に性格があるのに、やっぱりこの商店の中のブランディングというのが、皆さん繋がっていくと、これ全体ブランド化していくんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ、性格、例えば、安藤太郎の建築がある、誰の建築がある、全部死んでるんですよ。簡単に言うと。全然それぞれの建築は生かされてない。で、場所も生かされてないなっていうふうにちょっと思っていて、やっぱり私が来た91年の時の北山の名前と、今の北山ってすごい、えらいずれてるなというふうに思ってるんですよね。だからもうちょっと、将来、そういう北山がいるかなと思うんですよね。まあ、それってそんなに矛盾する話ではないので、やっぱりみんなで街を守っていて、一人一人がその街の、まあ、アクターとして、この街づくりに参加していくっていうことはしないと、本当に廃れていて、それぞれ孤立して終わるっていうことですよね。まあ、こだわりはそれぞれあると思うんだけど、ちょっとでも 5% のこだわり全然みんなが捨ててたらですね、折り合いができるんじゃないかなと思うんですね。まあ、これはある意味で外部からの意見なので、皆さんは気にしなくて結構です。いやいや、気にします。やっぱりね、北山の良さっていうのが、どっちかというと、僕の世代はね、その逆に言う冷たさなんですよね。ちょっととんがってるというか。で商店街というのは、京都市内に行くと、もう何十年何十年、もう100年近く商店があるんですけども、商店街というコミュニティはすごく根強いんですよね。もう家族、1階に店があって、上に住んでてというのがあって、でも、北山というのは、やっとこさ、30年だったところなんですけど、で、商店街というのを、国を作ったのが、地下鉄が通った時らしくて、で、もともと北山が、北山を愛する会みたいなのがあったらしいんですよね。で通った時に
じゃあみんなが力を合わせてやろうかというのがあって、まあ北山通りの北側というのが全部今石畳になってるんですけど、今で向こう側はインターロッキングという舗装がしてあるんですけど、まあ、当時やっぱりその北山を素敵な街にしたいというのがあって、であえて、北山商店街の構造物としてずっと今も維持管理してるんですけども、まあ、それは一応街並みが綺麗なようにしたいという思いがあって、でまあ、佐藤さんおっしゃると多分出町に行った方が多分エネルギッシュでこう熱いものがいっぱいこう出てくると思うんですけども、多分それは多分一つの、商店街の文化というか、ただ北山の文化が浅いです、やっぱり。でいきなりポーッと多分高度成長期、僕らが22歳とか23歳の時にやっぱりすごく憧れたのは逆にその冷たさというかその泥臭いみたいなじゃなくて、その僕が京都らしくないというのはやっぱりちょっと東京に憧れるとか、まあニューヨークの街良かったよとか、なんかそういうあるものから脱皮したいというか、その当時おしゃれな、こう居酒屋さんというのがポツンポツンできたりとかして、まあ、今そういうのが広がってるんですけども、その冷たさというのは意外とこの北山らしいかなと、という感覚です。ちょっと反応します。今多分野中さんの話した出町にしてもですよ。まあまあもしかしたら古いかもしれないけど、遅延的社会じゃないんだよ。あれは社員的社会だから皆さんやってきたんですよ。だから別に皆最初からずっとそこにいてどこかじゃなくて、やっぱりやってきて皆さんがやっぱり一緒になってやって作ったんですよ。だからそういうある意味で作っていくっていうのは、これは、まあ、それぞれの意思なんですよね。だから最初から別に誰かすごい旗を振って皆さんこうしてやせってやらなくて、やっぱり皆さんお付き合いの中でそういうふうに感じられたりとか、まあ、堀川商店が言っても新しいし、でも一応商店として、まあ、成り立っているということがやっぱあるんですよね。だから、多分京都にある商店街、当然古いのもあるでしょうけど、でもどの商店街も京都って人工的に作られている街なので、まあ、遅延社会というより社員社会として一つの商店というのは多分作られていると思うんですよね。で北山はおしゃれを求めるのもいいんですよ。ある意味で、まあ、今まで京都にない、あるいはもしかしたら日本にない商店街の形って、まあ、例えばパリを取ったとしてもですよ、今先ニューヨークを取ったとしても、まあ、おしゃれのところでもみんなつながってんねんで、おしゃれだからつながらないというのは意味がわからなくない、多分皆さんだからおしゃれだから俺らちょっとつながってへんなみたいな、違うでしょ。おしゃれだからつながるんだよ。おしゃれの人たちはつながってるんですよ。それをおしゃれを競い合おうか、見せ合おうか。でそこで新しいこう一つの相乗効果が生まれるんですよね。だからおしゃれというのは、おしゃれこそがつながりなんですよ。でこれが北山で起こらないというのは、おしゃれにはなりきってない。おしゃれも物足りないんだよね。でそこなんですよ。だから私はつながるというのは、これはまあ、もしかしたらですよ、商店街って呼ばない方が良かったかもしれないし、いわゆるこう皆さんそういう商店というより、まあ、そういう形で、もだってパリのブティックがあるところって、本当におしゃれで、でもみんな繋がってますよ。本当に行ったら一体感しますよ。で、そのブティック感もあんまりこう、感じられないっていうのはどういうことなのかなと思ったりするんですよね。でしかもそれが年々こう広くなっていくという。昔は結構いっぱい楽しいものがありましたよ。ライブハウスがあったり、飲むのがあったり、ラジオがあったりとかっていう、ね、北山っていう名前もなんかラジオでね、上げてたっていうぐらいだったので、だからなんかその時は北山ってすごい期待できるのあって、すごい期待してたところにあるなと思ったんですよね。だからなんかそこら辺も、おしゃれならおしゃれで、とことんおしゃれやってほしい。で、おしゃれでつながってほしい、という期待ですね。はい、分かりやすいです。希望に命じます。ね、その、やっぱりその僕が北山に来たときは、その憧れてきて、やっと北山にショールームが作れて、その時に感じたのが、その、やっぱりつながりがすごくなかったんですよね。で、皆さん、個々に頑張ってる場と。で、辞めていく人もあれば、まあ、もうあそこ辞めちゃったよねで終わりで、コミュニティっていうのがすごくなかったんですよ。
で、一番その時にこのイベントで盛り上がるのが北山ハロウィンというやつですね。で、それが第7回の時で、僕も初めてその北山ハロウィンというのを知って、その時だけは商店街さんが一緒になって汗流すんです。で、まあ怒るやつも、ね、いれば文句やつもいるし、よかったというやつも、まあいろんな話が出て、で、まあ、当時それをやるためには、協同組合ですごいお金がかかってて、で、理事長からも相談されて、まあこのまま行くとちょっとパンクするぞ。で、そのやったことで、そんなに見返りが見ないの。あるのかとか、まあ、いろんな情報を整理してば、その時にやっぱりその人はたくさん来るんですごい喜んでもらってるし、子どもたちの大手作りもなってるんで、まあ、このままできないんやったらじゃあもう実行委員会にしてもう北山街から外そうということで、まあ、お金もなかったんで、でただ北山ハロウィンをやると人は来るんで、あるあの企画会社がやってくれて、 でもやっぱり8年、9年、8回、9回やって、やっぱり僕たちで無理ですわってなって、やっぱりそこは、やっぱり企業をやってるんで、企業の客さんは来るんですけど、僕らは町自体でやってたんで、それでやっぱり客層も違うよねって話になって、じゃあもう第10回の時に実行委員会をやって、でその時に僕もこう、また北山にいて、まあ、3、4年になって、なかなか店のことも知らずに、まあ、とりあえず一回やってみようかということで、融資を集めて、うちの事務所で実行委員会で、第10回記念なんで、これこそ地域巻き込んでやりましょうということで、僕、ほとんどの小学校の校長があって、で、400〜500万かかるイベントやったんで、あの、専門のあのレクサスさんにも行って、で、まあ、小学校、親父の会とか、とりあえず一回全部挨拶に行こうかなと思って、どういうふうに北山ハロウィンを思ってはるかというのを感じると、やっぱり自然坊の人たちは、まあいいよねっていう人もおれば、お前ら商売人と思って金儲けでやってるやろっていう人もいるんですよ、やっぱ。で、まあいろんな意見があって、いや僕はもう子供たちの思い出作りで、北山ってやっぱ一大イベントなんで、やっぱりそれをやり続けようと。で、それをずっと10回、11回。やっていくと、まあ、いろんな商店の人との知り合いもあったし、まあ、いろんな摩擦もあるし、でその時に一番感じたのは植物園さんとか、今の旧資料館ですよね。でやっぱりあの辺も巻き込まないと一体のハロウィンというのはできないんで、でそのためにまあ園長に挨拶に行って、まあ、一応僕なりにもね、いろんなそのコミュニティを作ろうと一生懸命になってきたんですよね。でそれがだん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 、まあ、店も変わっていくし、まあ、経済もいろんな動いたりとかして、やめていくところもあったり、サボさん言うように、あの、一時期の、あの、華やかさというか、おしゃれさというのも、確かになくなってはきてると思うんだけど、まあ、僕自身思うのは、その、とりあえず、植物屋さんとも仲良くなって、で、コンサート堂さんとも今仲いいんですよ。で、7年ぐらい前に、その北山ブランディング、こうとりあえず一回こう任意でみんな好きな集まろうっていうので、毎週木曜日の新進堂の2階で、まあとりあえず集まろうっていう会でやってるんですけど、まあ、最近京都府さんの植物さんもよく来るし、やっぱりあの一体感、やっぱり一体でやっていかないとダメかなというのがあって、僕も北山に来て18年なんですけど、まあ、タコさん言うように、それをこれからほんまにやっていくかったのかなと思うし、そういうコミュニティが今できつつあるんで、仲良くなってきたんで、やっぱりそれを継続することで。だからこれからほんまにタコさんとかも、そういうところに入ってきてもらって、ほんまに今ちょっとチームができつつあるんで、多分そういう時期なんで、もうちょっと一緒に頑張りましょう。なんかいいチームメンバーができたかもしれないですよね。まだこれからというか、今は本当にコミュニティというか、つながりを一生懸命皆さん作ろうとされていて、で、まあ、多分そのきっかけに、まあ、北山モザイクとか、あるいは他のアートイベントとかっていうのもなっているのかなというふうに感じました。野中さんにも、なんかもし北山のこう未来像というか、なんかこういうふうになってほしいとか、こういうふうにしたいみたいなのがあれば、ちょっとお伺いしてみたいんですけれど、前も言ったように、先ほど
その来た当時はもっともっと賑わいを持たすために京都府に、処方箋にもうちょっと開放して要はセントラルパークみたいな感じにしてお店作ってすごいいい環境なんでそうしましょうという話をしてたんですけどもやっぱずっと、ま、17年ずっといるとその本来の植物園の良さっていうのがだんだん分かってきてやっぱり100年を維持してるというのはすごいことなんですよね。ですごい京都駅から15分で、植物園に行けるで、もうすごい贅沢な話なんですけどもそういう環境がここにあるだけでも僕らありがたいなと思うんでやっぱりそこはほんまに北山の好きな人はやっぱ植物園を大事にしていきたいしでやっぱりもっともっとやっぱそういうコミュニティこういうのをやっぱりいろいろ改善していってみんながほんま街づくりをやらないとダメだなと思うんででも僕はその今の空気感も好きやしでもっともっと店もかっこよくしなきゃしやっぱり北山っておしゃれっていうサクサクしやすいそこのそこをしっかり進めていってベースには植物園があったりそういう環境がいいという、まあ、環境プラスなんですけどもやっぱりその SDGs のことも考えながらやっぱりその綺麗な街でありたいしでもっともっと植物園さんとか、こういう歴史館さんちょっと僕この歴史館っていう名前が大嫌いで昔の府立資料館の方がよっぽど親しみだったかと思うんですけどもまあ歴史館さんも小暮さんという民間の方が入ってきて地域なんとかやろうよというコミュニティができつつあるん でコンサートさんもすごく仲いいし。まあ、これからなんですけどやっぱりその環境を大事に、居心地のいい街を作っていきたいなとありがとうございます殿村さんは北山について何か思ってらっしゃることとかってありますかもともと生まれ育ったのが北山の外れで、この辺りの50年ぐらい前の北山レストランとか今もある南山とかは親が連れて行ってくれたお店がありでそういう中で、その新町商店街で2016年に地域イベントをやった時とあと2019年になって北山のお店に一軒一軒お声掛けさせてもらうときに結構距離は近くても新町商店街の時はほとんどの店が展示させてくださいっていうことで OK が出たんですが北山通りのお店は半分ぐらいかなやはりまあ、ディスプレイの関係もあるとは思うんですが断られる中でああこんなに近いのになんかちょっと違うなっていうのを初年度から感じてましたあと新町では産業大学のパレードとかをやったんですがなかなか北山いろいろお店、施設、それぞれの特徴はあるんですが、それぞれに、できること、できないこと。あと、去年からコロナのことがあって、今年も影響を受けて、なかなかできないことがありました。で、今年は、その、福井さんのフラッグ作りっていうことも、声掛けした中で、野中さんにも北山通り のポール使えないかなっていう相談はしたんですがやはりなかなか厳しい難しいというお返事でした、まあ、なので、まあ、モザイクだけではなくっていろんなアートが北山通りでこうにぎわいになればいいなと思う中でやはりまだこの開催して3年なんですができることできないことがあるっていうのは現状です。ありがとうございます。まあ、いろいろ今まで試されてこれからも継続して頑張っていかれるのかなというふうに思っていますので皆さんもぜひご期待いただけてあるいはご協力いただけたらなというふうに思っております。
で、ちょっとまたそろそろ時間がまた迫ってきたんですけど、はい、サポートしていやいや、もう北山性格あれだからちょっと提案しようかなと思って、なぜかは知らないんですけど9月19日毎年フェスティバルしてるんちゃう。なんで9月19日か、これはまあ皆さんにまた想像してください。もう北山フェスティバルでいいね。でも1万人近く動員しましょう。で、いろんなところにコンサートがある、アートプロジェクトがある、パフォーマンスがある。で、それをもう1週末でやったら、皆さんはすごい参加、つながるし、この北山とその界隈に5つぐらいの大学があるんですよ。で、その大学生たちをぜひね、参加させて、盛り上げていったらいいと思うんですよね。あと北山すごいいいところに、まあこうね、空にまたがってるっていう、こういろんな役所も結構参加できるので、また、一応京都府も参加することもあると思うし、なんかねこんないいところ多分ないと思うんですよね。それ皆さんでその力を合わせて、北山フェスは名前なんていうか知らないけど、まあ9月19日なんてか忘れも知らないんですけど、やったらいいんじゃないかなと。思ってます。まあ正確なので、まあ、2021年か、まあ、来年、まあ、とりあえず、プレイベントして、再来年は本番ということで、決まりましたので、よろしくお願いします。ありがとうございます。北山青いフェスティバルっていうのを、これも8年ぐらいなんですけど、それなんでやったかというと、神山神社が、3月の末に青い使いという行事をやらはるんですよ。で、まあそういうのもあるよねというのがあって、とりあえず一区にするんじゃなくて3月の最終土日に北山青いフェスティバル実行委員会を、適当に僕らが作ってその日に皆さん何かやってください。で、それがコンサートホールさんはリレーコンサートで、東亜メガニアはクラウドフェスティバルというのがあって、まだまだ実際ですけど、そういう本当にサボさん言うようにいい場所がすごくあるん で今回このデキサイカンさんの北、西側に大きい広場があるんですけど、本来は4月に、知事が来てここを開放しますよ、市民で使ってくださいっていう話になる予定だったんですけども、ちょっとコロナのことできなくて、すごい本当にこう北山らしい、なんかやったらすごい素晴らしい場所があるんで、それはほんまに地域の住民さんともそうなんですけど、そういう音楽フェスやったりとか、そういう場所がしっかりあるんで、それが多分かっこよく見える場所なんで、ぜひやりたいと思います。ありがとうございます。もう日にちまで決まってしまいましたけど、なんか本当にそれがなんかこうモザイク的に、まあ、いろんなものがつながって大きなこう力になるというか、そういうことが実現できたらいいなというふうに思っていますが、先ほどの多分佐古学長の話でもありましたけど、こうオーナーシップというのも重要ですので、多分ここに来ていただいた皆さんは参加していただくか手伝っていただかないといけないっていうようなことになってしまうかもしれませんが、ぜひまた期待していただきたいと思います。殿村さん、もし何か最後にこれだけは言っておきたいとか、あるいは何かこう宣伝しておきたいというようなことがあれば。今年の取り組みとして言い忘れてたのは、サテライト会場として、11月3日に堀川商店街の中にある商店堀川会議室っていうところで、いろんなクラフトやアートの作品を展示するイベントを行いました。で、まあ、そこではワークショップもしたり、堀川のにぎわいとともに北山モザイクの宣伝もしたんですが、でもう一つ京都府の美山に今年作ったモザイクがあるゲストハウスがありまして、そこでワークショップというか、モザイクを体験しながら、この写真のようにみんなでベンチ作ったり、看板というかサインを作ったり、結構こののどかな
深山の場所で皆さんに一日体験していただいたということが今年北山のイベントの一つとして開催しました。で、まあ、こういうここでも最初皆さんでここで作ってもらったり、あと一緒にみんなで作ろうっていうようなことをやったんですが、先ほどの新町の駐車場のように結構みんなで作るっていうのが結構好きなもんで、まあ、このフラッグ作りもそうなんですが、それをまあ北山でももっともっとこう増やしていきたいなと。でただこう作品作りだけじゃなくって、それが町に溶け込むような、で町の人が参加して楽しくって、でまた見に来る人がそれを見て楽しいと、こうつながっていけばいいなと思っております。ありがとうございます。北山モザイク、多分皆さんもご覧いただいたかと思うんですけれども、明日明後日ですね、30日の火曜日まで、町でたくさん展示しておりますし、あとこの歴史館のロビーにも、はい、そのチラシの中開きには地図とどこに何が展示しているかで、もうほとんどのイベントは終わったんですが、この今回地図を真ん中に持ってきてもらって、作品やイベントやいろんなパフォーマーやミュージシャンで北山一帯がつながっているようなチラシ構成にしていただきました。もし帰りにお時間ございましたら、ぜひ回ることによってこの北山の良さを感じていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。近くから来ていただいている方もいらっしゃると思いますが、ぜひまたご覧いただけたらと思います。佐古学長と野中さんは最後何か一言あります？大丈夫ですか？はい。じゃあ、来年と連携したフェスティバルに期待して、今日はこれで終えさせていただきたいと思います。皆さん、長時間にわたりどうもありがとうございました。お三方にもどうぞ大きな拍手をお送りください。